ですね、アメリカ駆逐艦のレビューをやっていこうと思います。アメリカ駆逐艦はですね、全体の特徴としてはリロード性能が高い方を備えているので、単発の火力こそですね、日本イギリスよりは低いですが、手数でですね、圧倒していけるといった感じになります。ただ駆逐艦同士の砲戦はですね、非常にリスキーなものであるので、他のですね、艦艇がいないかとか、援護をしているね、敵を援護している艦艇がいないかとか、敵が魚雷を撃っていないかとか、結構様々なですね、ことを注意しないといけないので、結構注意は必要ですね。でさらに弾道はですね、山なり傾向があるので、ちょっと中遠距離で当てていくのは難しいといった感じになってしまっているのも注意が必要ですね。なるべく接近戦に持ち込んで、6キロから7キロぐらいまでの限度にですね、戦っていきたいといった感じですね。で、魚雷はですね、射程が短かったり、雷速が遅かったりで、ちょっと扱いづらいですね、魚雷が多いですね。コーティアは雷速が遅く、射程が長いですが、射程が長いですが、雷速が遅いので、ちょっとやはり当てづらいかなといった感じですね。で、なので全体的な立ち回りとしてはですね、やはり、日本駆逐艦やイギリス駆逐艦のようにですね、敵の戦艦をターゲットにするよりは、味方の戦艦やですね、巡洋艦を、駆逐艦のしっかりスポッターとしてですね、偵察艦として役に立つ。敵の駆逐艦を近づけないとか、キャプチャーを維持するとか、基本的な駆逐艦の立ち回りになっていくかなと思いますね。ちょっと日本駆逐艦のようなですね、火力駆逐艦、火力を出せる駆逐艦ですね、魚雷で。といった感じでもないですし、イギリス駆逐艦のようなですね、立ち回りも難しいので、やはりサポートにですね、徹することで、勝利をつかみやすいかなといった感じですね。ただやっぱ全体としてやっぱ魚雷がです、性能があれなので、ちょっといまいちなので、ダメージ自体が伸びづらいといったことはありますが、敵の駆逐艦に対してはですね、圧倒的なアドバンテージがあるので、それをしっかり活かして、敵の駆逐艦さえ処理してしまえば、あとはね、駆逐艦自由に行動できるので、そこの最初のね、勝負だけ、ちょっとしっかりね、やっていけばいいかなと思いますね。じゃあ、個別の艦について、解説していこうと思います。ティアニーのウィックスですね。ウィックス、ティアニアンでさらっとですが、まず手法がですね、4門搭載されているんですが、片剣にですね、3機しか撃てないんですね。3門しか撃てないんですね。なので、砲の火力はちょっとアメリカ駆逐艦でありますが、めちゃくちゃ低いので、敵の駆逐艦を処理するにも、ちょっとね、物不足っていうか、威力不足の、手法になってしまっているので、ちょっと注意がね、必要ですね。すぐにちょっと次に行きたいなっていうレベルの、手法になってしまっていますね。で魚雷は、このアメリカ駆逐艦の特徴なんですが、テイティアの。両舷にですね、発射可能な魚雷発射管が、搭載されているので、右に撃ったら左に撃つ、左に撃ったら右に撃つといった立ち回りができるので、狭いところの接近戦や、左右でね、敵がいる場合など非常に有効なので、これはですね、非常に雷撃力自体は、強いですが、射程がね、短くなってしまっている 5km なので、ほぼですね、接近戦っていうか、完全にね、超接近戦用なので、反撃には注意が必要ですね。敵の戦艦に接近戦に挑めば、結構撃沈できるレベルの高い魚雷火力になっています。ティア2なのでね、こんな感じの性能ですね。で、ティア3ですね、結構ティア3のクレムゾンですが、とてもですね、自分はお気に入りの艦になっていて、まず主砲が 102mm 砲ですが、連装砲になっていて、片舷にですね、6門発射可能になっています。これによってウィックスよりもですね、火力が倍になったので、とてもですね、手法が扱いやすくなりました。とても強力になって、敵の駆逐艦の処理、非常にね、やりやすくなりましたね。で、魚雷もですね、相変わらずの、両舷に発射可能な魚雷発射艦が4機搭載されています。両舷にっていうかね、右舷、左舷、両舷に4機、合計4機という感じになっています。で、威力自体は1万1000と低いですね。射程も相変わらずの 5.5km、0.5km 伸びましたが、相変わらず短い。でもこの 0.5km 伸びたことによってね、結構当てやすくなったので、結構ですね、魚雷は接近戦でかなり使えるようになりましたね。で、速力は35ノットで相変わらずの、性能。で、火面発見距離 5.7km、自分で R バックの感じを乗っけていますが、こんな感じの、性能になっているので、5.5km の魚雷なので、0.2km の差なので、結構ですね、向かってくる敵に対しては、インペーラー撃が可能になりました。これを活かしてですね、魚雷の射程が短くても、こちらに向かってくる敵に対しては、隠蔽状態を維持しながら雷撃できるといったのもですね、結構面白いので、短い射程ではありますが、しっかり活かしていけたらいいんじゃないかなと思いますね。クレムゾンは非常にテイティアですが、とてもですね、戦いやすいアメリカ駆逐艦らしい、早速ね、門数を活かして、
敵の駆逐艦を倒すといったね、立ち回りができるので、まあ、結構ですね、今ミッションとかでクラーケン狙ってる人はですね、結構おすすめの駆逐艦ですね。で、続いてはファラガットになりますね。まあ、ファラガットから、127mm 砲に主砲がなって、まあ、この基本的なね、127mm 砲がティア7までずっと同じなので、まあ、砲の間隔偏差やですね、まあ、なんか打ち方といった感じなのは基本的に変わらないので、まあ、このままこれをですね、しっかりと、生かして、まあ、特徴をね、理解して、当てていきたいといった感じですね。で、装填速度がね、圧倒的に向上して 4.1 秒ということでね、とても装填速度は速くなっています。まあ、これ、アーレーバークのスキル、強化込みですね。で、H 弾も威力自体はちょっと上昇して、1800となっていて、まあ、ちょっとね、向上しましたね、102mm 砲よりは。まあ、ただ、同格の駆逐艦の中では、やはり威力自体は低いので、しっかりとですね、なんて言うんでしょうね、当てていかないと意外にですね負けてしまうということもあるので注意が必要です。まあ、ただ同格がね無月なのでね、日本は無月で、アメリカ、イギリスはアカスタなので、まあ同格の駆逐艦はねそれほど火力自体高くないので、まあ、この辺でしたらですね、ファラガットで圧倒できるかなといった感じですね。で、魚雷が両舷に発射できるようになったんですが、全周魚雷発射艦になって、モンス自体は減りましたね。4連装魚雷発射艦が2機の8門ということになりました。で、射程は相変わらずの 5.5km で、雷速が若干向上して58ノットで、魚雷の海面発見距離がですね 1km と非常に短いので、まあ魚雷の命中精度っていうか、かわされるのはなかなかないかなといった感じですね。 1km なのでとても、まあ当たりやすい魚雷ではあると思いますね。で、威力自体は1万1000と相変わらず、まあ低い威力になってしまっています。で、機動性は 36.5 ノットですね。隠蔽性は 6km なので、まあ、ちょっとね、やはり 5.5km の魚雷当てるのは難しいですが、まあ、しっかりとですね、接近戦に持ち込んだりとかして当てていけばいいかなと思いますね。まあ、こんな感じでファラガットは、まあ、とてもですね、アメリカ駆逐艦らしいというか、まあ、このままの形が基本的にですね、標準スタイルとなるので、しっかりとここでですね、127mm 砲をですね、使い方を覚えて、戦っていければいいかなと思いますね。じゃあ次のマハンに移ります。マハンティア5ですが、同格にはですね、フブキと、イカルスですねがいますね。まあ、今ドイツ実装されそうですが、まあ、ちょっとドイツは使ってないので比較対象には一応外しておきます。で、マハンの特徴はですね、 127mm 砲は相変わらずなんですが、5門でこの真ん中にあるですね、魚雷発射艦が特徴的で、まあ、両舷に撃てる魚雷発射艦がまず1機、これがですね、くるくる回って左にも右にも撃てます。で、まあ、あとは左舷、右舷用のですね、魚雷発射艦ということで、まあ、雷撃力はですね、向上している感じになっていますね。127mm 砲は装填時間が 3.8 秒で、まあ、向上していますね。まあ、本当にこのティアでは、圧倒的な装填速度になっています。で、魚雷発射艦が、4連装魚雷発射艦が3機。ということで、雷撃力が高いです。まあ、ですがですね、まあ、射程は相変わらずとは言えずに、結構向上してですね、6.4km となりました。まあ、ただですね、マハン自体の隠蔽性もですね、悪化して 6.6km となっているので、まあ、やはり隠蔽打撃はできない。まあ、一応できますが、向かってくる敵に対しては、基本的にはできない営業になってしまっています。ただ、雷速も64ノットと早く、接近戦とかね、まあ、射程圏内に持ち込めれば、かなりのですね、命中精度は期待できる魚雷になっています。まあ、海峡やですね、まあ、その他狭いマップでね、戦艦を待ち伏せるのにも有効ですし、まあ、非常にですね、強い魚雷かなと思います。まあ、威力は相変わらずの1枚1戦で、まあ、ちょっとね、まあ、戦艦をですね、ワンパン、するにはですね、まあ、かなり当てなきゃいけないので、まあ、結構その点に関しては注意が必要ですね。で、機動性は35ノットで、ティア5では標準ですね。隠蔽性は 6.6km と、ティア5ではですね、まあ、ちょっと悪い、かなり悪いので、まあ、見つかりやすいので注意が必要ですね。まあ、といった感じで、マハン、ちょっと隠蔽性がですね、悪化して、まあ、魚雷はね、強いんですが、見つかりやすくなってしまっているし、まあ、敵の火力もですね、巡洋艦、戦艦向上しているので、同格にはですね、フソーやニューメキシコといったモンスの多い戦艦もいるので、見つかったらですね、すぐに退避しないと結構ね、吹っ飛ばされてしまうので、ちょっと注意が必要ですね。
で、同格の吹雪とかイカラスはですね、魚雷の発射管の、てか魚雷の性能が結構高いので、味方の戦艦がですね、やられやすいです。まあ、あと自分もやられやすいので、魚雷にはしっかり注意して、敵の駆逐艦をね、しっかりと処理していきたいなといった感じですね。で、ここから、まあ、駆逐艦同士のですね、砲戦のライバルとなりうる、まあ、イギリスの駆逐艦が、ソナーエンマクというね、戦法を使ってきます。まあ、超接近戦においてはですね、敵は煙幕を焚いてソナーを使うことで、まあ、結構ですね、高い防御力を、っていうか、まあ、発見されずにこちらをですね、探知してくるので、まあ、こちらは煙幕はね、たった2回しか使えないし、リキャストも長いので、まあ、イギリス駆逐艦とですね、対決に関しては結構ね、注意は必要になってきますね。あまりですね、接近戦に持ち込みすぎても、敵の煙幕ソナーで結構やられてしまうし、まあ、結構ね中距離で戦っていると敵は煙幕で退避してもうこちらの発見状態が続いてしまうといったことにもなるので、まあ、イギリス駆逐艦とのダメージレースはねどうやってやるかっていうのは工夫が必要かなと思いますね。さあ、じゃあ続いてはベンソン TR6 ですね。はい、 TR6 のベンソンとなりましたが、相変わらずのですね手法は 127mm 砲が5門ということで変わらないですね。で、魚雷が5連装発射管になって、まあ、10門、2機10門ということになりました。まあ、これがですね、フレッチャーまで変わらない。この TR6、TR5 はこのスタイルとなりますね。で、主砲が 127mm 砲が5門で、装填速度が 3.4 秒と、まあ、さらに向上しましたね。で、魚雷発射管が5連装魚雷発射管が2機。ということになります。で、威力は相変わらずの1枚1線で、まあ、低いですね。海面発見距離が 1km と、まあ、とても見つかりづらいので、まあ、これ自体は有効ですね。で、射程がですね、非常に伸びて、強化すればですね、69.2km の魚雷となります。なので、インペーラー撃が可能になりますね。まあ、このインペーラー撃を生かして、しっかりとね、立ち回っていければ、まあ、結構ですね、強力な駆逐艦となりますね。魚雷の海面発見距離も 1km なので、戦艦はですね、まあ、かわしづらい魚雷となっているので、まあ、結構有効です。まあ、ただ、雷速がね、55ノットととても遅いので、まあ、回避は結構されやすいですね。あと、偏差も読みづらいので、まあ、注意は必要ですね。で、機動性は38ノットと、まあ、同格駆逐艦ね、まあ、TR6 基本的にね、機動性がいい駆逐艦になっています。隠蔽性は 6.2km と、まあ、ここからね、アップグレードで強化されているので、隠蔽性はいいですね。マハンよりは。アップグレードですが、まあ、基本自分にはね、標準システム改良1を搭載して、で、駆逐艦はですね、水力改良2を自分はね、搭載しています。まあ、結構スタートダッシュがね、速くなるので、まあ、有効かなと思いますね。で、もう一つ、隠蔽システム改良1ですね。まあ、これ、駆逐艦には必須なので、まあ、基本的に駆逐艦にはこの隠蔽システム改良1を搭載すればいいと思いますね。で、まあ、一つ提案ですが、魚雷発射管をですね、強化しないとですね、マハンのような高速な魚雷になります。射程 6.4km の、魚雷の海面発見距離 1.3km といったですね、魚雷になります。まあ、マハン魚雷ですね。マハン魚雷になりますが、まあ、この雷速64ノット非常に速いので、まあ、これを生かして接近戦用にですねしていきたいという人は、まあ、このマハン魚雷にですねあえてベンソンの魚雷を改造せずにマハンの魚雷として使っていくと、まあ、結構いけるかなと思います。実際ですね隠蔽性が 6.2km となっているので、まあ、自分ねスキル込みですが、まあ、6.2km なのでギリギリですね隠蔽雷撃できるレベルですし、うん、まあ、結構工夫すればですね、使える魚雷だと思うので、あえて強化しないという選択肢も、まあ、あるかなと思いますね。まあ、この辺はちょっと面白い魚雷になっているかなと思います。接近戦に特化するか、まあ、戦艦もですね、ちゃんと射程に入れていく魚雷にするかといった感じで、うん、まあ、いろいろ工夫はあるかなと思いますね。はい、じゃあこんな感じでベンソン。まあ、非常にですね、火力自体、砲火力はね、強力になりましたので、まあ、同格のですね、暁やジャービスよりはですね、装填速度圧倒しています。まあ、ただ、ジャービスがね、また先ほども言いましたが、煙幕をね、非常に使ってくるので、注意は必要ですね。はい、じゃあ次にフレッチャーですね。はい、最後のティア7のフレッチャーとなりました。じゃあね、もうしっかりティア7の他の駆逐艦ともね、比較していきたいと思いますね。まあ、まずフレッチャー、体力ですね。HP が17,680 と、
まあ、カゲロウですが自分持っている。1番6000となっているので、1000近くですね、HP が高い。ので、やはり砲戦には有利になっていますね。で、砲は127ミリ砲が、相変わらずの5門。装填速度がですね、アップグレードで強化して2.8秒ということで、もう爆速のリロードですね。もう同格の駆逐艦に砲戦で負けることはまあほぼないですね。まあ、自分がしっかりと当てていければ負けることはまあない。といった感じですね。で、旋回速度も非常に速いので、まあ、右に打っても左に打ってもくるくる回ってくれます。で、魚雷が5連装発射艦がまた2機、ベンソンと同じですね。で、フレッチャーに関しては、まあ、装填速度が122秒と、とてもですね、装填時間が長くなってしまっているので、魚雷がですね、ほぼ実用レベルではないですね。このゲーム、試合が15分間ですが、魚雷のリロードがですね、まあ、2分ということは、まあ、どれだけ打てる回数が減るかっていうのは分かると思います。まあ、ただ、開始された瞬間ね、リロードが完了しているので、まあ、それはいいですが、といった感じですね。で、魚雷の威力ですが、向上して16633となりました。これでですね、まあ、結構高い威力なので、戦艦に対してもですね、有効打になりやすいですね。まあ、例えば、この同格のティア隊、天城とかはですね、戦艦天城は、魚雷の防御体といって、魚雷のですね、ダメージ軽減が 43% もですね、あるんですね。当たりどころによって 43% もですね、ダメージを軽減されてしまいます。なので、ベンソンのようなですね、ダメージ1万ぐらいのですね、魚雷ですと、まあ、6000ダメージとなってしまって、もう全然ですね、ダメージが通らないので、まあ、フレッチャーのですね、高い威力の魚雷は魅力ですね。まあ、ただこれ、魚雷のですね、強化をしないと、まあ、このようにですね、リロードが、まあ、要するに13秒短くなって、で、その回ですね、威力が5000下がるんですね。まあ、これをどう捉えるかなんですが、まあ、13秒のですね、リロード時間を取って、まあ、魚雷の威力が5000下がってもいいというのは、選択としてありかもしれません。まあ、実際122秒のリロードとても長く、ちょっとね、魚雷の有効性がですね、フレッチャーに関しては圧倒的にね、低下してしまって、うん、実際、ヨダメージは、ね、伸びづらいかなといった感じになっているので、あえて魚雷の回転率をですね、上げるというのも手かなと思います。まあ、ただですね、本当にこの威力がですね、5000下がってしまうと、天城とかに対して全くダメージが出ないので、あと、相葉とかにもね、やっぱ1本2本では全然ですね、効かないといった感じになるので、まあ、やっぱここは強化してですね、威力を自分はしっかりと維持していきたいなと、てか、しっかり出していきたいなと思います。敵の駆逐艦にもね、ワンパンできなくなってしまうので、まあ、やっぱ1万1000のですね、威力ではちょっと使えないかなといった感じですね。でしっかりと船体改造をしないと、操舵も遅いので注意が必要です。で隠蔽性ですね、機動性か、機動性は 36.5 ノットと、同格のカゲロウが35ノットなので、まあ、機動性はですね、速力自体は良好となります。で、海面発見距離は 6.2km と相変わらずですね。といった感じで、フレッチャーね、非常に高い火力になりましたが、まあ、ちょっと魚雷のですね、回転数が落ちてしまったので、まあ、ちょっとですね、魚雷で自分はね、結構戦っていくタイプなので、戦艦がね、多いマッチングですと、結構ですね、厳しい状況になってしまうので、注意が必要ですね。まあ、特に、駆逐艦があまり本領発揮できない通常戦とかにおいては、結構戦艦的な巡洋艦部隊に苦労してしまうので、まあ、ここはですね、あえて魚雷をね、特化させるといったね、手も自分はあるのかなとは思いますね。まあ、例えば、魚雷特化ですと、この3つ目、4つ目のですね、新しく実装されたアップグレードが、魚雷発射管改良にしてみるとか、まあそういったですね、手もありますが、まあ手法のですね、装填速度が 10% も遅くなってしまうので、まあそうするとですね、手法を完全強化していないと、まあ結構ライトニングとかのライバル艦や同格のですね、まあフレッチャー、同じ艦のフレッチャーなどに、まあ、打ち負けてしまう可能性すらやっぱあるので、完全にやっぱ長所を生かしていくのか、まあ、ちょっと欲張って魚雷を強化していくのかというのは結構難しい判断が求められると思いますね。まあ、自分は最初は魚雷で試していたんですが、やはり駆逐艦同士の戦いにですね、バッチリ勝っていきたいので、まあ、装填速度をやっぱ上げときましたね。まあ、短縮されるのが、まあ、0.2 秒ぐらいではあるんですが、やはりですね、その 0.2 秒、うん、まあ、自分はちょっと重要かなと思って、ここはですね、装填速度を強化して、まあ、長所を伸ばすと。いった形でやっています。まあ、ただですね、魚雷が2分のリロードなので、まあ、扱いづらいのは間違いないので、まあ、ここはですね、どうするかはですね、結構難しい判断になると思います。
はい、じゃあちょっとね、長くなってしまいましたが、以上でですね、アメリカ駆逐艦のレビューを終わりにしたいと思います。最終ティアのですね、フレッチャー、同格の駆逐艦に対してはですね、圧倒的な砲火力を持っているので、まあ、駆逐艦同士のですね、戦いには本当に勝ちやすいですね。もうほぼ問題なく勝てると思います。まあ、ただですね、まあ、先ほどから言っている通り、魚雷のですね、ちょっと取り回しが悪い。射程が長いけど、雷速、リロードが遅いといった感じになってしまっているので、まあ、しっかりとですね、当てていけないと、戦艦に対してですね、戦艦巡洋艦に対して、まあ、ちょっとプレッシャーをかけづらいといった感じになっているので、まあ、ちょっとね、そこに関しては、まあ、注意というか、工夫が必要かなと、まあ、もっとね、魚雷を当てていくとか、まあ、キャプチャーをね、しっかり確保するとか、といった感じで勝利を狙っていきたいなといった感じですね。はい、それではね、長くなってしまいましたが、フレッチャーまでのレビューでしたね。ご視聴ありがとうございました。